前回から交代でメンバーの誰か1人がマイメインパーソナリティを務めております今回は私笹島伸明が務めさせていただきます えー、そして番組のご意見版スパルタ王子こと新井先生ですはいどうも新井正和ですよろしくお願いしますのぶ頑張ってねはい頑張ります、はいえー、そして今回パートナーを務めていただくはい大橋奈穂ですのぶくんと頑張りますはい、えー、それではこのメンバーで楽しくお送りしたいと思いますこの番組はオフィスホルサの提供でお送りいたします 改めまして、笹島信明です。はい、皆様こんにちは。改めまして、大橋奈穂です。そして、えー、スパルタお仕事、新井正和でございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えっと、今日は、はい、はい、初めてのメインパーソナリティということで、ちょっとあの、ね、緊張してますが。はい。はい できたですか?。いや、そうですね、なんかこう、自分が今までこう、なんか新井先生がこうパーソナリティとして。こう、あの、回してくれてたじゃないですか?。その時間配分とか、やっぱぜ全部こう、自分でこう気にしながら、やらなきゃいけないっていうと、こう結構プレッシャー。時間が怖いですね。時間は、ちなみに。はい。ドキドキしてるの?。ドキドキしてます。ねあら、そう。大変だよ。あ、まあ、頑張り合い。はい。はい。まあ、9月6日っていうことなんですけど。はい。 えっと、そうですね。今日何の日ですか。今日何の日だと思います。私、あるんですよ。九月六日って妹の日なんですよ。あ、なんか。そう、あ、知ってました。あ、知ってました。妹の日、他なんかありますか。他なんか、その語呂合わせであるんですよ。はい。黒で。はい。あ、黒の日。ブラックってこと。そう。で、なんかあるこう芸能人を例えて。 ブラックなゲームなんで僕のを見るの僕ブラックじゃないのブラックなっていうかその黒いってことで見た目が黒いってことですよねそうですねそれ松崎しげるさんとかそういうことえそうなんですよ本当に本当に松崎しげるさんの日っていうことになんかされてるそうなんだえーそれ知らなかっただって松崎さんって笑っても画面で 笑ってんじゃあわかんないってよく言われるんだよね。真っ黒なんでしょすごいですよ。これ実際見たことあるんですけど、もう結構真っ黒だね。真っ黒だよね。はい。自分も結構あの黒い方なんですけど。愛のメモリーですもんね。愛のメモリー。ああ、そういう日なんですね。松崎しげるさんの日なんですね。はい。あ、それ初めて知りました。そのく黒黒その九月六日黒っていうことで。ごらわせてね。黒でないんだよね。 苦労とか、はい、勝手でもですね。勝手でも、まあ、そういうね、あったね。はい。いかがですか。九月六日、なんか九月の思い出とか、なんか。九月、九月っていうと、始まったばかりで思い出。思い出?。八月は終わったじゃん。九月って言うと、やっぱ、あの、秋分の日。あ、確かに。なんか、やっぱ、日本人って、なんか、こう、秋が うん、一番好きな人が多いみたいな。好きですね。よく言いますね。なんかこうしっとりしてるじゃないですか。なんかその季節的になんかそのこう気分的にも、うん、なんかこうなんていうんですかね。 落ち着くみたいな。なんというかさ、あの食べ物も美味しくなるし、おしゃれもできるしって。そうなんですよね。暑くなく寒くなく、さそんなの好きだよ。ね好きですね。ロマンティックですよね。ロマンティックな。はい。ロマンティックね。なんかロマンティックな思い出ありますか。ロマンティックですか。降ってくるね。秋で。そう。秋で、あの自分秋生まれ。秋生まれ。まあ、十一月生まれなんで。 はい11月はいいですね11月はいまあどっちかって言うと冬かもしれないああ、いやいや秋ですよ秋ですかはい11月は秋なの秋に11月は秋ですね小春日和って言うんですよ小枝裕二違う違う小枝裕二小田裕二小田裕二って言わてますねまあそんな感じではいえっとまあ冒頭はこんな感じかなはいこんな感じはい以上でございますはい。 CD このコーナーは自分たちで考えたドラマ CD を演じちゃうコーナーです、はいえー、さて、えー、今回はどんなドラマがあるのでしょうか、えー、行ってみましょうはい、はい、じゃあくよお願いします楽しみだね、はい、じゃあ用意あっ先輩 おはようございます。おはよう。珍しいわね。こんな早い時間に出勤してるなんて。え、珍しいですか。え、うん、は、でも、早起きっていいですね。こう、体がシャキッとするっていうか。あ、コーヒー入れてきますね。先輩って砂糖入れましたっけ。あ、大丈夫。大丈夫。自分で入れるから。そうですか。それより。何かあったの。 何かあったってああこの前の自分の誕生日っすかああこの年になるとなかなかやってもらえないっすよねそうじゃなくて田中君にしては珍しいなと思って寝癖がついてるし昨日と同じスーツだよねあ,あいやその顔に「疲れてます」って書いてあるわよ なんか無理していることあるんじゃないの先輩には嘘はつけないですね実はここ数日ちょっとしたことで悩んでて何何悩みもしかして好きな子でもできたのいやそうじゃなくて部長とちょっと部長と何かあったの はい実はこの前の取引先の発注書にミスがあったみたいで最終的にチェックしたのは部長のはずなんですけど忙しいやらないやらで自分が部長の代わりに謝りに行かなきゃならなくなりそうでうーんなるほどねそれでずっと暗い顔してたってわけだで田中君はそれについてどうしたいの いやどうしたいっていうか逆に先輩が自分の立場だったらどうします私じゃなくてそれは田中くんの問題でしょ田中くんがどう思ったかどうしたいかが重要なんじゃないそうですねあまあ理不尽だとは思ったんですけど自分が謝って丸く収まるんだったら あ、しょうがないかなって。本当にそれでいいの？正直いいか悪いか、正しいか間違いかはわからないですけど、どうしたらいいかわかんないです。田中くんの長所ってなんだと思う？え、長所ですか <laughs> あ。あ、自分だとよくわからないですけど。 先輩から見てどうすか <laughs> そういうとこはいどういうとこですか嘘がつけないとことわからないことはわからないって素直に言えるところ <laughs> はあ、<laughs> 男ってプライドが高い人って多いでしょ 田中君みたいにわからないことを素直に聞ける人ってなかなかいないんじゃないかなって思ったのそこは長所なんじゃない <laughs> まあいやそれほどでも田中君は理不尽な理由で自分が謝りに行かなきゃならないことに疑問を感じたそうよねはいだったら そのまま部長に聞いちゃうのが一番いいんじゃないの？どういうことですか？責任の取り方がわからないので、まずは部長がお手本を見せてくださいって。田中君は悪くないんでしょ？あ、はい。じゃあ本当の意味で責任を取って。 謝らなきゃいけないのは部長あ、なるほどそういうことありがとうございます <laughs> なんかすっきりしましたじゃあ今日は切り替えて仕事頑張んなきゃねはいあ、あそういえば請求書の作り方教えていただいて自分で調べることも 大事だからね。あ,あ、はい。うん、すみませんでした。以上でございます。以上でございます。はい、ではですね、何ベ,ベルか,ベルかまずそこを聞きましょう。何ベルでしょうか。 おお、ニベルでございます。さあ笹島君、ええまあこれ君が書いたやつですね。そうですね、自分が書いた。はい。じゃその書いたものと演じたどうでした？そうですね。実際演じてみるとそのタイミングっていうか掛け合いでやるからやっぱりこうあのあでも自分がこう想像してたのと同じような感じでこうナオさんが返してきてくれたんでそれをこう聞きながら自分がこう 受けて、それで、言葉を発するように、してたんですけど。はい。あの、その声のトーンとか。うん、あの、まあ、強調するところとかって、やっぱり難しいなって思いました。うん、はい。えっと、なぜ二ベルだったと思う?。二ベル。なんかこう。前さあ、二点五だった。じゃ二点五だったんですよね。うん、はい。うん、な。なん、なんだろう。こう、ちょっとこう、のっぺりしちゃったかなってう。来たよはい。 うん、では大橋さんどうですかはいこれなんか内容的に先輩が結構こう引っ張って誘導していく感じだと思ったので先輩大事だなと思ったんですけどやっぱりのっぺりしちゃいましたねその自分がやっていながら何、うん、でしょうなんかこうベ平たに,になっちゃったところだなと思いましたなるほどねまあ大体お二人まあその通りですよね。あののぶくんはね、はい、えっと っていうのはね、非常にね、あのー、多すぎる。<laughs> あれはね、途中ミミザーになることもあって、はい、あとなんていうのかな。もっと強く言うべきところは言った方がいいと思うし、内容に関しては。はい、えー、まあ、これさ、部長に言えないよ。百パーセント。<笑><笑>俺ね、ここだけの話ね、ここだけの話でラジオで言う話じゃないけどさ。<laughs> 俺、副社長の代わりに、俺はクライアントに謝りに行ったことあるんだよ。<laughs> 僕、全く悪くないんだよ。<laughs> 福田社長は悪かったんだけどもそういうことってあるのよ言えなかったも<ー>俺じゃないけどってやっぱりねまあ、あのー、そういうことあるしね言えないこと言えないことで大橋さんの場合はですね、はい、あ,のあなんか、あのー、よくあるパターンのお姉さんタイプをやってるなって感じなのそうなんです。自分の中でよくあるとこやっちゃったなって思いました、うんうん、なんかもう軽くこれこんな感じで言っとけばってのが、ね、見えてきたんですよ <laughs> こんな感じでしょうみたいな。いすごな感じでそうですね。ちょっと自分の中でひねりが全く全く親密になってないよね。あちょっと人柄が出ちゃいました。人柄,ょ人柄が。<laughs> それの悪いってこと。そあのちょっと人に対して親密じゃないところが <laughs>。それは反省ってんですね。コルタとして反省点て。ルタとしても本当に <laughs> ダメですよね。えー、まあでもね、まあまあこのまあまあいいじゃあおわさ、ええ、この内容どうだった。この内容。 私読んだときすごいノブ君らしいなと。ノブっぽいよ。ノブはね自分がね辞令言ってた。そんな感じする。言葉とか。すごい上手に感じますノブ君のは。ですね。なんか演技っていうよりもやっぱり字だったかなっていう。そうね。辞令言ってた感じだよね。だからまあお芝居ってね和をかけたあのお芝居を出さなきゃいけないから辞令言っちゃうとまあそれ普通にあるけどそれ普通だよねって言われちゃうんだよね。ここはねあの気をつけなきゃいけないところでございますね。まあ次回はねどうなるかわかりませんけども。 お頑張っていただきたいなと思っております。はいえー、ドラマ CD のコーナーでございました。はい、どっちもどっち。このコーナーは。 遊びに行くなら山派か海派かラーメンは味噌派か塩派かなどもし何々ならどっち派かをお互い対局に分かれ良き悪きを討論するコーナーです先生今回の討論は何でしょうかはい、えー、今回はですね、はい、カラオケでございますねカラオケ皆さん行きますか,かカラオケは行きますね行きますか、はい、これがですね <laughs> 一人カラオケなのかみんなの前で俺うまいぜ私うまいぜをやりたいのかこれわからないんですけど一人かみんなかでじゃんけんをしていただいて勝った方が好きな踊っていいよはいいきますじゃあ最初枠じゃんけんぽい愛好でしょい笹島グー大橋チョキでございますということは笹島くんですねお願いしますじゃあ自分はえっとみんなで ってことははさん一人カラオケで,す、ね、では、はいえと、討論していきましょうよ。と、はいまあ、いうことで、はいまあ、なんだろう、カラオケ、せっかく行くんだったら、なんていうんだろう、俳優さんとか、なんか割と一人で行動する人って多いじゃないですか、一、はいまあ、人焼肉とか。はい まあなんだろう一人バーベキューって言いましたよ。<laughs> 言いましたね。一人でバーベキューやって面白いじゃないじゃんね。なんかだけどやっぱカラオケってみんながいるから楽しいみたいな。みんなで歌ってこう、うん、まあなんだろうデュエットとかもできるし。デュエット,エットち。ちょっと待ってちょっと待って。昭和のミカが出てきた。デュエット。何歌うの？ごめんねつこんじゃって何デュエットで歌うの？ デュエットカナダからの手紙とか別れても好きだっとかデュエットっていうかまあこう一緒に歌うことがあできるから一緒に歌うの男女ね男女上と下と別れてキ yo あビーズみたいなやつか結構一人だときつい歌ないですかえどういうことえ違った中国語もうもうれてるあれがあるあれ臨場変えるの歌みたいなやつとか違う違う違うもう画面に出てるあれでもうあのクローバーとあれで

おはさんは私はですねこれカラオケの多分目的がちょっと私多分違うんだと思うんですよ鍛錬の場ああそういう時にこう歌って「あこのパートちょっと間違えたな決してもう一回歌い直す」とか「1>, うん、1時間同じ歌を歌う」とか、うん、そういうことがみんなとだとできないわけですよ。ああまあ確かにそうです、ね、<laughs> そうれは何で歌歌の鍛錬場所して歌を どっかでご披露かなんかするんですか。そう、まあいつかその俳優として歌うために。俳優としてってことですか。はい。あ、なるほど。ちょっと僕聞いたことあるんですけども、あのカラオケってメロディーがちゃんとついてるじゃない。ナンバーワってないんですよ。うん。だからカラオケになれちゃうと拾えない人もいるってちょっと聞いたことあるんです。嘘か本当か知りませんけどもね。ちょっと衝撃的な情報。うん。だってコードを弾きながら歌うじゃん。 歌うのは自分がその下になるからカナウケっあのついてるじゃん音はっていうらしいよいつもあれですかその誰かと行くみたいなことはないですかないですね一人友達がいない友達はいるんですよでも友達の前で聞かせられないので一人ですそれ上手すぎて上手すぎて上手いんですよあれですか採点機能とかも使ったりする採点機能はもう必須ですよあれって結構なんか 自分が思ったのと違う感じの時ない思ったより点数が低いとか,かそ,それは謙虚に評価として謙虚に、えー、人の耳として聞きますけど <laughs> あ<ー>、まあ、カラオケね結構ねあの適切なコメントくれるんですよ要盛り上げ上手とか書いてあるそれ適切なの、ね、適切ですよ私のキャラを見抜いてますよ <laughs> 例えばさ悲しい歌歌ってもよ盛り上げ上手 <laughs> 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 そムードたっぷりですね、とか書いてあり<ー>ます。さすがよくわかってい。ムーディーですね。<laughs> う<ん>そう、え、逆にみんなで行って、他にこういいことってなんですか。他にいいことだと、やっぱなんか、その採点だけじゃな。 わからない、そのうまさとかってあるじゃないですか。え、の、こう、脚立。立つまいとか。立たないっていうか、こう、客観的に聞いてもらえるっていうのがあるから。ありますよね。よくプロの歌手が採点すると、自分の歌なのに、すごい否定数低いとか。ありますよね。でも、上手いんですよ。絶対。そうなんですよ。うん。だから。なんだろうな。なんかね、僕のイメージだと。みんなで行く。っていう場合だとね。 なんか僕というか自分がうまいんだよ聞いてくれよっていうようなイメージがあるのよちょっとこれ偏見かもしれない、はい、で一人で行く場合はちょっとあの恥ずかしくてあの練習しなきゃ聞かせられないからちょっと一人で歌いたいなっていうね歌は歌いたいけどもあの聞かせるレベルじゃないしっていうんで一人で練習しようかなっていうイメージあくまでイメージ絶対じゃなくてね<ー>こんな感じがしないでもないかなと思ったんですよ。そのイメージは正しいです、ね、正ししいいでですすねね練習なんですか、ね 練習そう一人の時って練習な感じしますあー練習練習っていうか鍛錬ですねじゃあもう本当好きだねその言葉鍛錬修練鍛錬修練己を磨くわけですよなんかもうこう娯楽ではないんですねそうなんですエンターテイメントかそこのチーかもしれないですねだったらさあの修練とかねでもね鍛錬とか言ってるわけじゃない大橋さんが。そしたらまず自分で楽器を弾いて歌う方がいいんじゃないのリコーダーとかですかリコーダーじゃん リコーダーじゃ歌えねえじゃねえかよ。ハははじゃねえよ。じゃトランペットでいいよ。えじゃえでももうちょっとでも聞きながら。トランペットっての。トランペットも一緒。ギターとか。あそういうこと。あのピアニカの名手です。ピアニ。名手って何？鍵盤うまいってこと。名手ってこと鍵盤ハモですか見たことないんだけど。え鍵盤ハーモニカあピアニカですよ先生。あの日本のうんだ名イだから何？ ていうかちょっといいちょっとつくのいノブのことでノブさ、例えばギターやりますってさギター、はいやっとるんかいギターはやっぱなんかさあどうしたやってるのかやってんのギターその少しずつやってはいるんですけど F はもう大丈夫ね F F あれもうこれ半年ぐらい経ちますよ F 抑えられたって僕だそうっすねなかなかこう時間空いてる時に見てこう触ったり あのね、やる人はね寝る前の五分でもやるんだよね。常にね触れる状態に置いておくの。僕ギター出っぱなしなもん通りかかりにね帰ってきて通りかかりにギターひょっと拾ってそのまま。あ、こんなんでまたふっておく五分ぐらい。そき当りですか。あやりたい。え私あいや先生が。あのさ違うあのさバニークラシャーズフォーティーフォーとあったじゃん。あったじゃんって格好気になっちゃったるこれ。あるんだけどもこれでね。 誰も弾けないからね。あ、あそうなんです。そう、やぶもとはカスタネットふざけんじゃないの一番難しい。誰か弾けないかな、誰も楽器って弾けないんだもんね。でも、練習の部分してるんだもんね。まあ、はい、少しずつ。なんでギターやろうと思ったの?。ギターなんか弾かなく。あの、なんかその、まあ、最初のそのきっかけとしては、その、まあ、あのプロフィールとかにこう趣味とか書くじゃないですか?。そこで、なんか、その、まあ。 自分をアピールできるようなもの何かないかなと思ってんかこうあまりにも少なすぎるとちょっとこう寂しいじゃないですか楽器前々からやってみたいなってあの気持ちはあったんでギターとかあとハーモニカとかもやってみたいなハーモニカハーモニカ吹きながら歌うしていますよねはいはいはいあっねんあそうギターをカラオケ持ってって弾いて一緒にやれば ギターとギターと一緒にカラオケに持ってカラオケでギターをこう後ろであんまり意味ないじゃんそしたらなんか生バンドですよまさに先生もカラオケじゃなくていいわけじゃんカラオケい今カラオケの話してんだけどねカラオケの内部に持ち込むわけですよギターそしてそれでカラオケと一緒に演奏するわけですよまさに生バンド意味ないよ生じゃないよギターだけだもんだったらギターだけだからさギターとかベースとかドラムとかあってそれはが生で演奏するでしょはい それはナーマでしょあ、じゃあ単体なんかビールみたいになってますもんね単体 <laughs> 単体なこれ俺黙ってるからね <laughs> メインパーサンダに君だから任せる, <laughs> 任せるって言わないん な生バンドですか。私と生バンドの定義が今ちょっとまあこのカラオケの話に戻ろうか。はい。戻りますか。うん。逆に一人が行くとことあるノブ君。一人でですか。一人が行くことって言っちゃう。一人で行くこと。一人でカラカラオケですか。カラオケまあどうだろうな一人いやほとんどないですね。本当に？はい。みんなで行くの？カラオケみんなっていうか。さっきからそう言ってるじゃん。みんなで行く二三人です。 はい二三人はい二三人本当に仲のいい友達と一緒に二三人でしょ三人でって二人デュエットしたら一人仲間ずれだよね何してんのその一人聞いてる、ね、に決まってんでしょ聞いてんのまあ <laughs> 聞いてたりあでもなんだろう俺三人で歌えばいいでしょあの違う二人で歌ってる時に一人がこっちで歌ってたりとかないの んー <laughs> う<さ> <laughs> えちょっと,ょっともう一回ノブ、はい、君メインなんだから頑張れよはい頑張れ俺フォローしねえもん、はい、こカラオケってやっぱり熱く語りたい私は二 <laughs>、はい、人で歌って一人聴いてたら、はい、もう一人なんか聴衆じゃん,なん,かなんか まあ、聴衆なと時も。ずっと聴衆?。いや、ずっとじゃないですよ。これ、それ、もう、こう、順番があって。あ、順番があって、聴衆の順番。あれを、こう、入れてますね。もう、次の、あれをこう聴きながら。曲をね。それがね、あ、今、ちょっと、いい話出たけど、それが、私、ちょっと、嫌いで。なんか、みんな、人の歌、聞いてるようで、聴いてない。次の、を全部、探してる。あ、でも、それは、あります。そう、みんなで、行って、一人カラオケしてんの、みんな。あれがね、私ね。嫌い。まあ、確かに、それは、あるかもしれないです。そう。うん。あのね、みんなで、行って、いいことって、一個あって。 海老千をみんなで食べられるでしょう。海老千、あ、まあまあ。そう、カラオケとかでね、ポテトチップスとかから、焼肉とあの焼肉大丈夫か?。焼肉は重くないっす。焼肉やったらね、ちょっと消防法に引っかかっちゃうけど、散らがってきたら、多分。まとめてください。一人でから、行って、海老千食べてたとか、寂しい人みたいでしょ。ああ、そうですね。意味がわからないけどね。あれですか?。その人から専門店みたいなのあるじゃないですか?。あるだめ。 パーティールームとかで一人で歌ってどんだけ贅沢なんだよ <laughs> なんかこうセリフとか言いたい歌の中にセリフ入ってる歌ってあるでしょああありますねあれをみんなで歌ってる時に一人で言うとちょっとしらけるじゃんちょっとかっち,ゃうじゃん <laughs> ちょっとそう、ね、セリフ言い出したよってなっちゃうじゃんあ,<ー>あ,あのマッチのブルージーンズメモリーとかそういう時にそう,です<ー>そういう時に一人カラオケってやっぱ酔える自分にあ酔いたいなために行くのそうです自分が歌って聴衆もするす手拍子もする 自分で作業自分で。すべてするんですよ。そう。ライブ的な感覚が必要。そう。歌いの間にトーク入れたりできるでしょう。だったらね、バンド組んでライブやった方がいいと思います、僕は。なんでしょうね、そこなんですよ。まとめて。歌手じゃない。まとめますか。まあ、あの、そうですね。一人でも二人、あのみんなでも。そう。でもなんだろう。やっぱこう。 それぞれの人が楽しめる歌い方で歌うのが一番いいのかなってまあ何だろうみんなこう大勢いすぎてもんかその自分も楽しめないし多すぎるとあれですよね一人だとんかちょっとこう恥ずかしいみたいなのもあるじゃないですか。 難しいね、一人で熱唱するときにね、ねジュースとか持ってくるやつでしょ、はい、あ、で何、何ごめん、だから。<laughs> だから、なんか、こう、やっぱ、二、三人ぐらいがちょうどいいのかなっていう<ー>。<laughs> まあ、あれだよね、ね要は、はい、えっと、みんなとわいわいやりたい時。 の気分の時はみんなと歌えばいいし、一、はい、人でねじっくりと集中してやりたい時は一人カラオケでいいんじゃなかろうかと僕は思うんですけども。うん、はい。その通りでございます。こう娯楽と修練かです。あ、はい、まとめる素晴らしいまとめには着地しましたね。<laughs> ということで、どっちもどっちのコーナーでございました。はいう エンディングです。はい。どうでした?。今日ね。なんか、あの、はい。じゃ、なおさんから、どうぞ。ちょっと今日ね、散らかした感がいつも100倍ぐらい散らかしたのでも、今すでに反省に入ってます。あ、今も。このエンディングを聞いて、はっと我に返っちゃいました。私ここでもう冷めた感じ。ちょっと今、しまったどうしようっていうか。自分は、はい。こう、初めてこう、メインパーソナリティをやらせていただいて、その感想としては。なんかもう。 ちょっと必死だったんで、<laughs> <の>別にそう見えなかったですよ。覚えてないですね。覚えてないって。なんか記憶にない。最初からこうどういう風うにこうじま回していたかなっていう。あいやいや。なんか洗い先生のこうフォローとかもいただいて、<ー>それでこうなんかやれてた感じがあるから、その過去の自分が今までやってきたあれと。うんうん <laughs> あれそんな変わらなかったんじゃないかなとかって思いながらちょっと今度さじゃピンでやってみる一人だけっていうね誰もいない一人だけっていうのはちょっとこうまあでもまああれだね僕の感想としてはだねえ散らかったねじゃあ応援のお便りはいお便りの宛先は「 えー、申し上げます。お便りアットマークオフィスハイフンフォルツァドットネットこちらまでお願いします。それからフォ、えー、ルツァアライアクティングスタジオからお知らせです、えー。私たちと一緒にレッスンで現場型のトーク力や現場型の演技力をつけながら <laughs> FM ラジオパのパーソナリティをやってみませんか。 新井アクティングスタジオでは、アクションや縦のコース、声優や映像演技の総合コースのレッスンも行っております。見学や無料体験もやっております。えー、それと、えー、ホルツァーでは新人タレント、新人俳優を募集しております。そうですね、ノブ君もね、テレビ出たりしてるからね。<あ>ねはい。ね、あの、いのさんぐらいの仕事をいたのさんもね。はい。そうそ知ってるんです。えーえー、未経験者でも大丈夫です。 縁起のレッスンを受けながらサポートしていきます自分の可能性夢を眠らせたままにしないで手にしてくださいご応募はホームページよりお気軽にお申し込みください、えー、ホームページアドレスは http://www.office-holza.net ですはい、えー、それでは次回も新井正和のスパルタ学園 お楽しみによろしくよろしくこの番組はオフィスホルタンの提供でお送りいたしました